ということで、朝飯食べ終わりました。というここがね、僕が今回泊まってるホテルなんですけども、えぐくね、このこれが桜島、あれワンチャン噴火してるね、火山灰、鹿児島えぐいみたいで、なんかみんな対応してねって言って、なんかマスク買ってサングラスを持ってきたんですけど、はい、てかこれ俺の部屋バレんやなあと4日間あるけど、まあいいや、はい、こちらが僕らのホテルでございます。朝飯が6時からやったんで、6時に起きたんですけど、まあ僕今日11時ぐらいに競技場行くんで、もう一回寝ます、そのお休み、はい、二度寝から今起きました、競技場行くんで今から準備していきたいと、おっす、いやこれ来たらちょっともう一気に気合入りますね。4年ぶりに広島の T シャツチラシ着るんですけども、はい、とりあえず今日は今から競技場行って広島の応援しつつ、まあ、自分もちょっとだけ練習しようかなと思ってるんで、競技場の方います。競技場までのシャトルバスだと思ったらちゃうやつでした。最悪。戻ってきました。ちょっと疲れた。今からね、ちょっとここに画像出しますわ。これこのやばくないですか、この温泉、はい、このホテル多分鹿児島この辺で多分一番いいホテルなんですよ、はい、この温泉に入ってちょっとゆっくり時間潰してお風呂までこの動画を編集したいと。もうお風呂も食べちゃおうご飯も食べ、お風呂も入ったんで、はい、もうそろそろ寝ていきたいと思います。明日はね、まあ、国体4年ぶりなんですけども、はい、まあ自分自身 400m ハードル最後シーズンラストの試合なんで、まあ楽しみつつ、まあ、4年前決勝へこってるんで、まあ、しっかりその借りを返せるように頑張りたいと思います。とりあえず明日の戦、それではまた次回国際ブログでお会いしましょう。バイ、おやすみ。これが山潤の切り抜きチャンネルくんです。